というわけで、これから緊急任務を開始するよ。研修という名目でビーチを満喫していたところ申し訳ないけど、急を要することだからみんな協力してね。もちろんよ、それが私たちの仕事だもの。海上の兼務はとても珍しいものなのよね。沖合で起こる稀有な現象だって授業で習ったわ。うん、基本はそうなんだけど、今回見つかったのはすぐそこなんだよ。浅瀬にある小さな島なんだけど、そこに兼務の発生源がある可能性があるんだ。海の上で発生したのか、それとも島のどこかで発生したのかね。どっちにしても心配だよ。その小島っていうのは浅瀬にあって、ここから泳いででも行けちゃう距離にあるんだ。まさか泳いで行こうってんじゃないでしょうね。それについては私からご説明します。うわー、パディントン、あんたいつの間に。っていうか今までどこに行ってたのよ。集合かかった時にいなかったからみんな心配したのよ。すぐそこの海の家で研修をしていました。エビとカニの食べ放題について学んできたところです。海の甲殻類についてより一層詳しくなりました。食べてただけじゃない。海上の原務が発生した小島ですが、丘から近い浅瀬にあるので早急な対策が必要です。プトラさんのように泳ぎの得意な人ならここから泳いでいくことも可能かもしれません。ですが基本的に皆さん海には不慣れ。そこで今回は最新鋭のボートを使うことにしました。吉野さん、説明をお願いします。最新鋭っていうか、木の小舟を吉野流に改造したものを使います。可愛く見えるようにカラフルなお花で飾り付けしてますが、基本的にはオンボロです。簡単に沈みます。バーカじゃないの、そんなんで海を渡れるわけないでしょ。せい、落ち着いて。ヤクタン、工業系の吉野がちゃんと仕事しました。皆さん、この小舟の船尾に注目してください。これは吉野の尻尾がたくさんついてるわね。これが吉野の新兵器、名付けてお狐サマーバケーション。玄武石の力を吸って高速回転、車掌がいれば爆速前進走路よ。吉野、あんたなんてもの作ってんのよ。え、そんな間違うで言うこと？いつもの面白グッズじゃん。面白グッズなんかじゃないわよ。これシェネンブル要塞にあったあのめちゃくちゃ速いトロッコの動力装置よ。え、車掌が鉄分注入すればきっとものすごいスピードが出るわ。そういうわけです。さあ車掌殿、吉野さんの作った尻尾スクリューに鉄分を注入してください。間違えて吉野の尻尾に注入しないでね。お空の彼方へ飛んでっちゃう。勢いで回り出しました。さすがは車掌、お船が今にも飛んでいきそう。冗談抜きで本当に飛んでいっちゃいそうだよ。バトゥ、クワン、水につかないように押さえてて。オッケー。まったく船は専門じゃないんだけどな。もうこの船なかなかやるな。バトゥ、そういうのいいからちゃんと押さえて。かなりの出力だよこれ。もたもたしてると船だけどっか行っちゃいそうだね。
船に乗って、このまま目的地まで一気に行こう。あいあいさん船旅なんて楽しみ。よいよいせ、ほらヤクタンもおいでおいで。ちょ、乗るって全員は無理でしょ。明らかに定員オーバーなんだけど。大丈夫ですよ、車掌さんの魔力を信じましょう。押さないでよ。乗るから乗るから、ちょっと待って。あと命綱、念のため命綱は巻きましょう。全員乗った？取り残されている人はいないよね？乗った乗った、いつでも行けるわよ。ちょっと、もう少し詰めなさいよ。私なんて体が半分飛び出してるのよ。ほらそこの小さいの前に詰めて。トラ、みんな準備 OK だよ。お船で海に飛び出そうよし、怒りをあげろ、カジを取れ。目標は昔懐かしカニ取り島。カニ取り島？ああごめんごめん、そんな名前じゃないんだけど、私が勝手にそう呼んでるだけなんだ。小さい頃お父さんと一緒にカニを取りに行ってたの。そうなんだ。じゃあその島はプトラにとってお父さんとの思い出が詰まった大切な場所なのね。この辺の海は全部地元って呼べるところだからさ、思い出なんて語り出したらキリがないよ。この広い海も空も私の思い出だらけ。私にとってのブロセリアントみたいなものね。プトラ、絶対に霧を晴らしましょうね。みんなで協力すればきっとできるわ。うん、もちろんそのつもりだよ。一人で抱え込んじゃダメだからね。何かあったら必ず言ってちょうだい。ヴィヴィアン、プトラ、水に浸かるぞ。全力で抑えてももう止まらない。みんなも振り落とされないように気をつけて。いつ沈んでもおかしくないゴンボロの船だからね。それじゃ揚陸作戦スタートだ。船酔い注意、訓練通りやればきっと大丈夫。こんな訓練したことないけどね。私なんだかドキドキしてきました。一体どれほどの速さで進むんでしょうか。いざ大海原へ。お魚になってる。ヒヒ、すごいだろう。これが海、どんな大きな湖もこの広さには勝てないよ。お空と海しかないよ。ほらヤクタン、見て見て。ちょっとヨシノ、動かないでよ、落っこちちゃうでしょ。下は水だから大丈夫。連れてきたよ。いつも列車に乗ってる仲間と船に乗ってる。クアンとバトゥーも一緒だよ。お父さんは今頃海の終点かな、それともどこかの島にたどり着いて